それでは伊藤環境大臣の閣議の記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言がございますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。本日環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の連名でネイチャーポジティブ経済移行戦略を策定しましたので報告いたします。本戦略はネイチャーポジティブの取り組みが企業にとって単なるコストアップではなく、自然資本に根ざした経済の新たな成長のチャンスであることを示し、実践を促すものでございます。経済界においては自然関連財務情報の開示を含め、自然資本の保全に取り組むことの必要性が強く認識されつつあります。このような中、本戦略では自然資本の保全を経営上の重要課題として位置づけるネイチャーポジティブ経営への移行に向けて、企業が抑えるべき要素、ビジネス機会の具体例、移行を支える国の施策を具体化させました。本戦略の実行を通じて個々の企業がネイチャーポジティブ経営に移行していくことを後押ししてまいります。その上で自然資本の保全に取り組む企業に対する消費者や市場の評価が高まり、資金の流れの変革がなされたネイチャーポジティブ経済の実現を目指してまいります。もう一つもございます。昨日環境省、山梨県、静岡県が事務局を務める富士山における適正利用推進協議会において富士登山オーバーツーリズム対策パッケージを取りまとめました。対策パッケージでは、混雑の偏り、弾丸登山などの危険な登山、ルールマナー違反など、富士登山における課題を解決するため各関係者がこの夏から5年間で集中的に取り組んでいく対策を取りまとめています。具体的には山梨県では吉田ルートにおいてゲートの設置と通行料の徴収、入山時間帯や登山者の上限の規制を実施いたします。また静岡県では須走、御殿場および富士宮のルートにおいて事前登録制による入山管理を実施します。環境省では富士山を展望できる東海自然歩道などのロングトレイルの魅力を発信し、たぬき湖畔、富岳テラスの整備をするなど、富士山の山麓への利用者の分散を図ります。関係者一体となって対策を進め、富士登山について満足の高い快適な利用環境を実現し、オーバーツーリズムの解消を目指してまいります。以上でございます。はい、ありがとうございます。それではここからご質問に入りますので、まず幹事社の池嶋田中さんからお願いします。会社から1点、冒頭のネイチャーポジティブ経済投資役についてお伺いします。環境省はこれまで消費者だったり、市民生活者向けの投球ケアに取り組んでいる印象がありますけれども、今回特に企業をターゲットにしています。その意図とですね、どういう効果を狙っているかというのをもう少し詳しくお願いします。はい。このネイチャーポジティブの実現に向けて、国民一人一人の生活や消費行動の変容は重要でございます。環境省は引き続きデコ活やつなげよう支えよう森里川海プロジェクトなどの取り組みを通じて普及啓発を進めてまいります。これに加えて真のネイチャーポジティブ経済の移行には、経済の主要なプレイヤーである企業に自然資本の保全を単なるコストアップではなく新たなビジネス機会と捉え、経営をシフトしていただくことが重要だと考えております。このため、この度の戦略では、ビジネス界の具体性や、企業を抑えるべき要素などを盛り込み、企業の取り組みを後押しする施策を展開してまいります。この戦略の実施を通じて、企業が自然資本に立脚した企業価値、すなわち社会に必要とされ続けるような、存在価値、存在意義を創造し、
それが地域の住みやすさ、レジリエンスの向上等につながることで、GDP を超えた豊かな社会の礎が築かれることを目指してまいります。では、各社さんお願いします。共同通信、堀口さん。共同通信の堀口です。人体に有害な高濃度 PCB を含む廃棄物処理についてお伺いします。はい。今月末で5カ所の国関連施設のうち西日本エリアを受け持ってきた愛知県豊田市、大阪市、北九州市の各施設が事業を終了します。はい。これについて大臣の所感をと、あとこれまでどれくらいの規模の、廃棄物を処理してきたのか、お願いします。はい。平成16年以降順次処理を開始した北九州、大阪、豊田の事業アイデアでは、高濃度 PCB 廃棄物の処理事業は、今月末で事業を終了いたします。ジェスコの PCB 廃棄物処理施設の立地自体の多大なご理解、ご協力を得て、高濃度 PCB の廃棄物の処理が多く進展いたしました。改めて、立地自体及び関係者の皆様のご協力に、感謝の意をお伝えしたいと思います。全国の高濃度 PCB 廃棄物はこれまでに変圧器コンデンサを約39万5千台、安定器オブス等を約2万1千トンの処理を行いました。引き続き、令和7年度まで東京事業エリアと北海道事業エリアにおいて処理を継続することで PCB 廃棄物の無害化に取り組んでまいりたいと思います。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあよろしければ本日は以上で終了させていただきます。ありがとうございました。はい。